塩刈駅は、北海道上川郡ワッサム町技塩刈にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W37。電報略号は尻。1977年の塩刈駅と、周囲約500メートル範囲。上が、名寄方面。千鳥式ホームに面2線であるが、上下線の真ん中に、今は、撤去されてなくなった、対比線が見える。 貨物積み下ろし場はない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成手塩国と石狩国の国境にあることから、隣の乱流駅と同じく相対式ホーム型がずれた形の千鳥式ホーム2面2線を有する列車交換可能な地上駅、構内踏切で結ばれている。現在は、ワッサム町管理の無人駅。 木造駅舎がある。以前は、駅舎側本線の旭川側のみ、片平け分岐であったが、現在は高速化に合わせて、輪っか内側も、片平け分岐に指揮のうされ、駅舎側本線が一線スルー状になっている。また、かつては上下線の中央に対比線が一本あったが、無人化に伴い撤去された。塩刈峠記念館塩刈峠の頂上にある駅、山の中にあるため、 周辺は、自然が多い。口述の事故をモデルとした、三浦綾子の小説、塩狩峠の舞台でもある。長野正雄健商費1909年2月28日、8100形状機機関車牽員の名寄駅発、旭川駅行き最終急行列車が、塩狩峠の頂上付近に差し掛かった時最後尾の客車の連結機が外れ、逆行。 一掃する列車分離事故が発生した。乗り合わせていた鉄道員朝旭川鉄道運輸事務所所務主任の長野正夫がデッキ上のハンドブレーキを操作して暴走する客車の停止を試みるもデッキから転落し床下に巻き込まれ殉職した。しばらく走行した後に客車は停止し乗客に怪我人や犠牲者はなかった。後に三浦綾子によってこの話を元にした小説。 塩刈峠が発表され、映画化もされた。作品中では、主人公、長野忍が暴走する客車を停止させる最後の手段として、自らの体を車輪の歯止めにするべく、デッキから車両の前に飛び込んで殉職しているが、実際の事故では、当事者死亡につき天末の詳細は不明である。現在は、当駅付近に、長野正雄の検証費と、塩刈峠記念館、 文学費が立てられている。2020年より、当駅が所在するワッサム町は、2021年度以降は、町が負担して維持する方針を示しており、ワッサム町独自で作成した、塩刈駅カードを返礼品としたふるさと納税を活用する資金集めを実施している。なお、2020年12月9日には、JR 北海道が、2021年度より当駅を、 含む18駅を地元自治体による維持管理に移行することを発表しており、翌2021年4月より、バッサム町による維持管理に移行された。2021年4月末までに、ふるさと納税586万円に加えて、駅近くのユースホステルなどに置いた募金箱や、町役場地産への寄付を含めて623万円が全国から集まり、 駅維持費用の2年分以上の財源を確保した。町は、鉄道ファンだけでなく、三浦作品ファンからの協力もあったと見ている。塩刈信号場に関するカテゴリー、ありがとうございます。